こんにちは、ミュウです。今回初めてシーンでお買い物したら、こんなにでっかい段ボールで届きました。私は家の中も車椅子で過ごしているので、さすがに受け取りとか運ぶのが大変でした。けどね、可愛いのがたくさんあったので、届くのを楽しみにしていて、インスタのストーリーでつぶやいたら、ぜひ紹介してほしいってコメントが来たので、開封とともに撮影してみました。実際に着ながら着心地やサイズ感などを正直レビューしていくので、ぜひ最後まで見てみてください。妹に協力してもらって、 状態もお見せするのでコーデの参考にもなったらいいなと思います背中に食費があるため前回同様ヒートテックは着ますではまず一つ目の商品はこちらの白いブラウスです3色展開でカラーに悩んだんだけど何でも合わせやすい白にしましたレースの付いている位置と形が可愛いなと思っていてロレースとリボンの組み合わせのブラウスはたくさんあるんだけどレースだけっていうのがないなと思って選びましたレビューを見てみると私は S でいいかなと思ったので S にしてみたらサイズ感いい 感じ首周りのレースも斜めになっていて好調色でもすっきりと見えました2着目はこちらのピンクのスカートですレイヤーフリルが細かくてボリューム感あって可愛いしウエスト部分は履きやすいゴムタイプですちなみにこういうふわふわのスカートは裏返して畳むとしまいやすいよ白とか黒はよく見るんだけどピンクはなかなかないなと思って買ってみましたはい2つ合わせるとこんな感じですやっぱりこのボリューム感が可愛いしピンクの色がちょこっとくすんでる感じが上品感出ます そして、さらに組み合わせてみたいなと思ったジャケットがこちらです。えーもう着る前から可愛い。ジャケットって言っちゃったけど、商品名的にはコートとなってます。私は常に座っている状態なので、ロングコートは綺麗に着れないから、結構ね、ショート丈が多いです。えーどうですかこの感じ。M サイズが売り切れてて、でもどうしても欲しくて、在庫のあった L サイズを注文したんだけど、袖の長さも肩周りもむしろいい感じ。首元のレースがボタンを閉めても可愛さ出してくれて、 締めても可愛いと思います一つ目のコーデから大優勝って感じで早く着たいなあ、そうそう今回妹とお母さん用で靴が3点あるので妹には靴を履いてもらって紹介しようと思うんだけど立った状態の見え方がこんな感じですこちらの商品のカラーはベージュで全体的に暖色でまとまってますスカートがボリュームあるので足元はすっきりとしたパンプスがいいかなと思いました続いてはこちらの真っ赤なワンピースですこの商品も他の色も変 可愛かったんだけど3月パリに行く時に赤い服が着たいと思って探して見つけた商品だったので赤にしました柔らかい生地だけどペラペラって感じは しなくてむしろ生地がちゃんとしていてウエストのリボンを通すところもしっかりしてました裾の部分が2段のレイヤー入りで手首の部分もふわっとしてるから単色でも可愛くていいね妹が着た丈感はこんな感じサクッと脱いじゃったんだけど同じくパリ用でいいなと思って買ったのがこちらのベレー帽ですいろんなベレー帽があったんだけど私はシンプルのタイプにちょっとアクセサリーがついてるものを選びましたよく見ると細かいストーンがついていて可愛い普段から帽子は結構買っていて ベレーボもまんまあ数はあるんだけど、何気に白は初めてなの。白でシンプルで可愛いって、これから超欲しそう。はい、続いての商品はこちらです。これも色を迷ったんだけど、私はベージュにしました。さっきの赤色のワンピースと同じぐらいの丈感なんだけど、鎖骨部分がね、デザインがあって可愛いの。そしてレビューに背中のチャックが締めにくいって書いてあって、私も本当に苦戦しちゃってたんだけど、妹は普通に着れてたから人によるかも。丈感は、 こんな感じで手首はキュッとしてるけど腕の部分がダボダボっとしてるから車椅子こぐ時は黒くなっちゃうから何か羽織物を合わせようかな今ヒートテックが見えちゃってるけど私の胸元はここら辺が谷間になってるから意外と胸元が空くかもしれないけどリボンがあることでめちゃくちゃ露出してるって感じはしないと思うウエストアンダーもキュッとしていて私は好きそれからずっとこういうのをやってみたいなって思っていた黒いリボンのヘアピンいや赤も可愛いんだけどずっと ちょっっととね黒が欲しいと思ってたから黒ににししたたたけけどどでも想像ははてたけどやっぱり地毛んじゃうねただこれ結構大きさがあって私別に手が小さいってわけじゃないんだけどリボンがこれくらいあるので赤にした場合は結構強調されるかも前髪を入れて止めるとまた印象変わるからリアアレンジが苦手な私には簡単に雰囲気を変えられてめっちゃいいちなみにワンピース妹が着るとこんな感じ 続いての商品が、またまた白いワンピースなんだけど、初めて指のボタンがついてきた。その商品はこちらです。このワンピースは子供用丸みたいで、親子でお揃いのコーデができちゃうみたい。私はちょっとバストの部分がぴったりだったけど、この真っ白具合とか、なんだろう、このちょっとふわふわな感じの素材がめちゃくちゃ可愛い。同じ素材のリボンもついてくるから、お好みでつけれるのもいいね。あってもなくても可愛い。このビーズのベルトも一緒についてきます。ビジューの部分もめちゃくちゃ可愛いの。 実際通してみるとこんな感じです。大人っぽいデザインだからポニーテールとかにしても可愛いかも。フレッシュな感じもまた違う場面で役立ちそう。ということで妹が着るとこんな感じです。靴は最初のパンプスと同じです。次の商品もワンピースです。このワンピースは正直ベージュの方が可愛いと思ってたんだけど、車系のチェック柄のワンピースはもう3着ぐらいあるので今回グレーにしました。意外と黄色の線がはっきりしていてアクセントになってます。このキュッとしたデザインが 左のアームウォーマーみたいで可愛いしウエストラインも太めのラインでキュッと締まっていて1枚でおしゃれに着れちゃうアイテムです首後ろのチャックも簡単だったよ妹が着るとこんな感じですちなみにさっきから履いてた黒いブーツはショックスブーツで一見にハイブーツに見えるんだけどこんな感じで靴下みたいになってるのロングスカートの時も履けば暖かいと思う え、待って、またワンピース。次はこちらの商品です。襟がめちゃくちゃ可愛い。なんだろう、この紐になってるパターンじゃなくて、襟の作りでリボンの形になってるっていうのが一目惚れしたのね。ボタンもリボン柄で可愛い。チャックとかなく被る感じで、ウエストのリボンは縫い付けられてるタイプでした。本来、後ろで結ぶと思うんだけど、今回見えないので、前で結びます。ちょっとヒートテックが見えちゃってるけど、白い部分にはピンクがかったラメが入ってて、可愛いの。 モートが着るとこんな感じです。リボンを後ろにしてます。はい、またワンピース。でもこれが最後のワンピースです。最後はデニムワンピース。デニムワンピースもいくつか種類があったんだけど、まあ、その中でこれを選びました。長さとかシルエットとかを見たかな。はい、こんな感じ。だいぶカジュアルになったと思う。私はそんなに着る系統じゃないんだけど、たまに着たくなるんだよね。ポケットもついちゃってるのが便利。モートが着るとこんな感じです。 続いての商品はめちゃくちゃ濃いピンクのトップスです。他の種類でピンク色あったんだけど、よーく写真を見るとちょっとこうオレンジがかったような濃いピンクと青みがかったピンクの違いがあったりしたので、私は青みがかったピンクっぽいなと思った方を選びました。自分がイエベかブルベか分かってないんだけど、青みがかったピンクは個人的に好きなんだよね。はい、着てみました。横から見るとこんな感じです。タートルネックの部分を1回折り曲げるとこんな感じで、2回折り曲げる とこんんななな感じででです、うん、2回折るる方がいいかな濃いか濃ピンクのの服はは好きでコートトを、ね、2着持っててだけどトップスは初めてなので嬉しいそして、次の商品は、ちょっと挑戦した服なんだけど、ジッパータイプのコートです。私は、コートはショートだけで黒を選びがちなんだけど、基本前がボタンで止めるタイプを買うのね。だから、ジッパータイプはほとんど持ってないんだけど、さらになんかこういうシンプルなデザインっていうのが本当になくて、今回唯一挑戦して選んだ商品です。ちなみに、締めるとこんな感じです。 自分では似合わないって思っちゃったんだけど、なんだろう見慣れてないのもあるのかな商品自体は生地もしっかりしてるし、暖かいし、ポッケもあっていいなと思ったよ。ピンクのニットは予想してたよりも生地がちょっと薄かったけど、でも柔らかくて着やすいって感じ。ということで次の商品はこちらです。茶色いショート丈のスカートです。秋冬定番のコーデュロイ生地が可愛いんだけど、サイズを M サイズにしてみたら、大きくてウエストのクシュクシュ部分がテロンってなっちゃうの。生地が思ったより 柔らかいのもあると思う。なので、分厚いものをインしたら大丈夫なんじゃないと思って、こちらの商品を合わせてみます。ラボットしたニットは滅多に着ないんだけど、襟元が可愛いなと思って選んでみました。ちゃんとね、スカートでインをしてこんな感じです。畳んだ状態で袋に入って届くから、開けたばっかりで襟がちょっとペロンってなっちゃってるけど、でもこの大きな襟がめっちゃ可愛い。ただ、スカートはやっぱり着用モデルの画像の通り S サイズにすればよかったなと思いました。次はこちらの商品で、スカートだけ 変えてみたいと思います茶色の無地のスカートを持ってないってことを去年の秋くらいに気づいて2つ目の茶色のスカートを選びました無地のプリーツスカートはやっぱり可愛いし合わせやすいそして生地も少し固めのしっかりめでめちゃくちゃいいよこれあ、そうそう襟部分の後ろはこんな感じですで、ボタンが大きめでボタンとボタンの間も広いから浮いて隙間が開けがちなので中にインナーは着た方がいいなと思いました妹が着るとこんな感じですコーデュロイスカートの方には白いブーツを 合わせてもらったんだけど、こんな感じの型崩れ防止がしっかりついていて、めちゃくちゃ可愛いし、サイズ感もぴったりだったみたいで、妹は一番気に入ってました。そして最後の商品はこちらです。お尻くらいまでは隠れる丈感のコートです。これも妹が選んだものなんだけど、ちょっと挑戦した色を選んだみたいです。でも、コートの形と色のバランスなのかな？めちゃくちゃおしゃれに見えるんだよね。私にとっては丈が長いので、妹が着たのだけ見せます。こちらです。ちょっと派手なコートも1着あるとおしゃれ。 すすするかななと思いまま以上シーンで選んだ商品になります今回は初めてということもあってとにかくたくさんの商品を見て可愛い,いと思ったものや3月のパリで行きたいなと思ったものを選んでみましたそして普段着ないようなものもこの安さなら挑戦しやすいなと思ったりしたのでそういうものを選んでみるのも楽しいかなと思いますシーンはよくクーポンコードを見かけるのですがそれを使うともっ 安く購入できちゃうののクーポンコードを私も作ってもらったのでぜひシーンでお買い物を考えている方は利用しちゃってくださいクーポンコードはこちらです概要欄にも貼っておきますということで最後まで見ていただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録と高評価コメントお待ちしてますバイバーイ